はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビーチです。では、今回は、アーツ・オブ・アイアン4、一年戦争元、ワン・イヤー・ウォー。こちらをね、続きやっていきたいと思います。で、今ご覧いただいているのが、まあ、戦争のね、状態を確認する画面なんですけども、改めてジオンとね、連邦の戦争、まあ、いわゆるジオンの独立戦争になりますけども、この状況を見ておくとですね、部隊数、なんか兵士がね、3人ぐらい敬礼してますけども、ジオンの方が、297、300。それに対して連邦がね、スパイレベルというのもありますが、216からマックス363ということで、マックス値を取った場合には、我々よりもね、すでに、師団数は多い。師団の編成の中身は置いておいて、師団数自体はすでに我々を上回っている可能性もある。あと、工場の数もね、互角という状況で、だいぶ盛り返されつつあるというのが現状です。で、この一員がですね、前回最後の方で少しお話したと思うんですけども、連邦がついにモビルスーツをね、前線に送り込んできてまして、特にこのアフリカ、ここがね、もう防戦一方、逆に押し込まれているという状態です。エジプトで、一応ね、勢力を誇っていたジオン軍なんですけども、ここはもう完全に連邦に取られていて、部隊が壊滅しないように今戻りつつあると。いう状態です。なんとかね、撤収してもらって、このエジプト半島でね、連邦を食い止めてもらいたいというふうに思っています。で、ヨーロッパ方面もね、もう部隊数が全然足りないんですよね。スッカスカの状態です。これ見てもらうと、例えばこのサラエボなんかは、連邦の師団がね、一つ頭出てきてるんですけど、これに対抗することができない。一方、連邦の方はというと、モビルスーツが入っていると、ジムだと思うんですけど、もうこれがすでに、前線にね、出てきているという状況で、ヨーロッパの方も、決して、順調という状況ではないです。じゃあ、そんな中、今回我々どうしていくかというところなんですけど、まずはインド。ここをね、しっかり抑えて、ここに割いている戦力を、アフリカ方面、あるいはマクベの方に支援として、送り届けていくというのを一つ考えています。なので、ガデムの部隊はね、一度この後、インドの制圧に向かってもらいます。なんとかインドをね、うまい具合に取れれば、ここに割いている戦力をね、他に使うことができると。部隊数がね、足りてないのはもう目をつぶるしかないかなというところですね。で、ちょこちょこ穴が開いているところもですね、確実に連邦を排除していこうと思っています。で、オーストラリアが本当に厳しくてですね、なんとか、上陸してきた敵を今囲い込もうというところです。なので、ここでオーストラリアでね、もう一度連邦軍を叩く。これが二つ目。そして三つ目がですね、いよいよ、この追い詰められつつある状況。これを、逆手に取ってというわけではないんですが、ジャブロー攻略作戦。これを今回発動していこうと思っています。すでに先遣部隊としてですね、ヘルシングの部隊をジャブローのある、南米大陸、ここに強襲上陸かける準備を進めています。なので、これを何としてもね、成し得ていこうと。で、南米に大部隊を送るためにですね、メキシコを経由して、部隊をね、このジャブローに送り込んでいこうという作戦です。で、ジャブローの方には赤鼻とかね、スパイを今送り込んでいます。なので、ここでジャブローの戦力も、徐々にね、分かってくるかなという期待をしています。もう一つ重要な内容があってですね、やっぱりね、この不利な状況を打開するには、一つは、ゲルググ。これをね、作っていきたい。そして、そのゲルググには、やっぱりビームライフルをね、装備させたい。連邦の方は、ジムですらね、ビームスプレーガン、小型のビーム銃になりますけども、ビーム兵器と持ってますからね。我々の方はまだ、ザクマシンガンであったり、ジャイアントバズーカーだったり、実弾兵器になってますけど、これをね、なんとか、ビームライフルに変えていきたいな、というふうに思っています。そして最後に目玉が一つあってですね、いよいよ、ビーグザム。この開発計画を始めていこうと思っています。で、ビーグザムを開発するためにはですね、ちょっと画面小さいかもしれないんですけども、アイフィールドバリア、これの研究が完了していることが前提になってますので、このアイフィールドバリアをね、
完成させるために、空き次第、研究枠が空き次第、このアイフィールドバリアをね、研究していこうというふうに思っています。で、そのために今後の研究なんですけども、今、ビーム映像の小型化ですね、これを入れています。で、この先、ビーム系をね、鍛えていこうという我々の意思になります。では、これで時間を進めていきます。まずは南米に上陸できるかどうかと。ジャブロー、攻略作戦、うまくいってほしいなというふうに思います。はい。では、研究枠空きましたので、先ほどご説明させていただいた通りですね、研究枠の方は、このアイフィールドバリア、これの研究に、しかも、ポイントを使って、3ヶ月間で研究していきましょう。で、今、オーストラリアの方、連邦軍の反攻作戦が始まっていて、ここに戦力を割いている関係があってですね、フィリピンがかなり危ない状態になってます。フィリピンがおそらく連邦に奪われる。そういう状態ですね。これをね、跳ね返す力が今にはないので、まずはね、残念ですけど、フィリピンを放棄してオーストラリアをね、再制圧するというのをね、優先していきたいと思います。で、エース部隊を投入したワルシャワ方面はね、今順調に進んでいますので、ガイアをですね、ジャブロ攻略の予備部隊として割り当てたいので、少し訓練度がまだマックスではないんですけども、ドモを配備して、ガイアはですね、今南米、ジャブロ攻略に向かってもらうという作戦行動中です。で、少しシーマがね、危ない状態ですね。今補給も断たれてシーマが、壊滅の危機にあるので、これを急いで、回路の方に向かわせて、補給線をね、つなげてあげたいというふうに思ってます。間に合うかどうかちょっと微妙ですね。で、ジャブロー攻略の基本的な作戦ですね。まあもちろん、ジャブロー、攻略準備のための南米上陸なんですけども、この拠点に上陸した、まあチリのあるここら辺ですかね、上陸したらですね、二つの飛行場があるので、この二つの飛行場を確保して、ここにガウ攻撃空母を配備。ジャブローに対して、継続的に大空爆をかけながらですね、モビルスーツ部隊を投入していくという作戦にしようかなと思ってます。なので、上陸したらまず、ここにある二つの飛行場ですね。この二つの飛行場、ダッカ、そして、シャンバーニュー、アルデンヌ、ごめんなさい。ちょっとね、このあたり、ちゃんと読めてるかな。この二つのね、航空基地を確保するというのをね、やっていきたいと思っています。今、強襲上陸が始まってます。まず一部隊だけですね。残りの部隊がまだ到達してきていませんが、いきなり、この、軍港に強襲上陸かけるので、この軍港さえ確保できれば、後続の部隊まで、しっかり入ってきてくれるかなと思います。ジオン公国軍アレクサンドリア基地、奪還ですね。これ制圧したというよりかは一度連邦に奪われていた基地、再奪還したという、まあいいニュースです。このまま、まずは、軍港一つ奪えればね、ここにガイアはじめ、残りの部隊を一気に集結させることもできるので、まずはそこを目標にしましょう。いや、ドーム早いわ、やっぱり。もう来てるね。ドームはね、100キロ出ますからね。移動速度がね。では、グア・ヤキルに強襲上陸できたので、ここにですね、ガイア、シャ、まあ、あんまり仲がいいイメージはないですけどね。黒い三連星と赤い彗星、ガイア、オルテガ・マッシュとシャアをね、この南米制圧、この作戦に当てていこうと思います。うまくね、ハマってくれれば、すごくいい奇襲になるかなというふうに期待しています。特に、ドムがね、実質初めて、実戦に配備される戦いになるので、ここでね、ドムの有用性をしっかり証明できればいいのかなというふうに思いますね。では、高機動型ザクの研究を入れていきます。これで、ゲルググにつなげていけるかなと。ここもね、もうポイントをどんどん使って、ちょっとでも早く
研究をね、終えていきましょう。オーストラリアの方、今ちょっと画面をお見せしてませんけども、順調に、上陸してきた敵をね、制圧しているという段階です。では、目標としていた南米大陸のですね、敵の飛行場、ダッカ、ここを奪いましたので、ここを拠点にガウ攻撃空母の大編隊を編成して、ジャブロをね、空襲していきたいと思います。で、他の戦線も、ちょっと持ち直しつつあってですね、まあ今ちょうどモスクワが出てきましたけども、モスクワまで進行しているという状況です。ただ、シーマがね、まあ、残念ながら壊滅する感じになってしまってます。モビルスーツ隊もね、減っているという状況ですね。これはなんとか、持ち直してもらいたいなというふうには思うんですけども、少し厳しそうかなというところですね。で、他の部隊はというと、まあ割と順調で、特に心配していたオーストラリアですね、ここの、まあ敵の攻撃もね、撃退できそうというところです。で、南米大陸、ジャブロー攻略の方もですね、シャーとガイア、あとはヘルシング、まあ、合計で18部隊、モビルスーツ中心の18部隊。特にですね、今ちょうどお見せしている、この第15軍、ここガイアが指揮しているんですけども、ここには初めて、ドームをね、実戦に導入するという試みを行っています。じゃあそのドームってどういう状態なのかというとですね、ドーム自体は、こういう編成になってます。ドーム3機で1個の師団、まあ、小隊という形にさせていただいていて、最高速度が104キロ出ます。これでね、一気に、ジャブローを脅かそうじゃないかという作戦ですね。では、ガウ攻撃空母がダッカに入るまで少し時間を進めていきます。はい。今、ガウ100機がこのダッカに到着しましたので、これでね、ジャブローの空爆を今開始したというところになります。これね、ジャブローを空爆しつつ、シャー、ガイア、ヘルシング、こういった部隊ですね、合計20師団がジャブローに向けて進撃を行うというところになります。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、今度100機のガウとともに、ジャブロー攻略戦、奇襲攻撃を行っていきたいというふうに思います。